日本のデザインってどん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 変わってきて、戦後の中でも相当変わってると思うんですね。で今回はバンクーバーでは展覧会やらないんですけれど、トロントとモントリオールで展覧会をやりまして、これは大体100、しかも現在のデザインをこう見せるっていう形をとってるんですね。でその中で日本のデザインの特徴っていうのは、非常に、心配りがある、まあ、ソートフルであるとか、それから、コンパクトであるとかミニマルであるとか、あるいはキュートであるとか、そういうような、まあ、特徴が現在のデザインの中にと見られるんですが、それは日本のデザインのこう伝統の中にあったと思うんですね。でそれを個別のさまざまな100のデザインで、生活に関わるもの、例えば、カトラリーであったり家具であったり、文房具であったり、そういうカテゴリーでこう見せるようにしました。で それは簡単に言ってしまうとデザインを通して、日本の文化をこう見せたいっていう気持ちがあったのでこういう展覧会になってるんですけれど、もうちょっと一般的なことを言ってしまうと、例えば海外旅行、まあ、国内の旅行でもいいんですけど、海外旅行をした時に人は何を見てるか、海外旅行をした時に一体あなたは何を見てますかって聞くと、ほとんど皆さん一言では言えないんだけれど、実は海外旅行をしたり、国内旅行でもいいんだけど、旅行してる時に見てるものって何かって、デザインなんですよね。人を歩いてる人のが何を着てるか、ショーウィンドウの中に何が飾られているのか、町にはどういう建物が建っているのか、郊外に行くとどんな住宅があるのか、結局旅っていうのはデザインを見てるんですよね。あとは食べ物ですよね。だけど多くのものを見るっていう 点では食べ物も含めてデザインを見てる。だからそれはデザインを通して誤解かもしれないけど、みんなそこの文化を理解しようとしている。でそれを100にまとめてみると、非常にコンパクトに日本の旅行が出前の旅行みたいな形でね、それが見れるんじゃないかということを企画したんですね。でそれに合わせて今回 のレクチャーシリーズ で、私の話と、それから中村さんの、住宅、今そのエネルギー問題含めて、コンパクトで、ミニマルで、キュートなものってのは一体その伝統の中でどういうことがあったのか、そういうものを含めて今回プレゼンテーション、しようとしましたね。モントリオールでね、ちょっと街歩きを大学の先生がしてくれたんですよ。でそれ階段がね、こうみんな外階段でついて、それはすごい面白かった。そのああいう形ってあんまりないですね。外からいきなりこう部屋に入ってくる階段が、それがもう多様な形があって、ほとんどスティールなんだけど、その階段のデザインがすごい面白かったですね。それは例えばニューヨークのほら非常階段が面白いとか、ああいうものの中になんか本当にデザイン、その土地のデザインがあるなっていう感じはしましたけどね。例えば多分おそらく最も早いと思いますけど、飛行機の中で配られるスナック菓子の蓋がこう開かない、あれを切れ目を入れてピュッと開くように、したのは多分日本が最初だと思うんです。で今回、モントリオールから、バンクーバーに来る飛行機の中で、隣にいた、男性がですね、スナック菓子を、自分で買ってきたスナック菓子を開けようと思って歯で思いっきり開けてるのを見てて、まだこういうことをやってるのかと思いましたけれど、そういう意味では非常にその、使い勝手ということ、使いやすさ、それは事細かにずっと考えてるし、それとキュートであることとは全然矛盾してないと思いますよね。柏木さんのそのこうちぎれ目をちょっと入れておくとか、あるいはあれなんかもそうだよね、用事をね、こう用事のところ頭のところが割れて、あれが用事の枕になるんですよね。ああいうことを思いつくのはやっぱり日本人じゃないかなと思うから、そういうことに、まあ、そういうことが気になるというかな、それをもう解決しようとする、それをまたそのデザインにするっていうのが日本人らしいっていう感じがしますけど、ね、今回のプレゼンテーションで中村さんがベッドのそばのこうライトがスッとこうね、変わって手元でこうスッとこう消せるようにする、まさにその用事を折ってこう枕にするっていうのとね同じで、非常にそういうソートフル、感慨深いって言いますかね、
心配りというか、そういうところはそんな小さな幼児から中村さんのああいうあのライトに至るまで、非常に共通した僕は感覚だと思いますよね。浄法寺のあのお椀を紹介しましたけど、あれ長い間にとっても洗練されて、ああいう形になってきて、いくつかの大きさが揃ってますし、ああいうものはとても変わらないと思うんですね。これは赤い漆を使ったお椀なんですが、いくつかのサイズがあって、これは今プラスチックのお椀を使ったりすることが多いんですけれど、口触りが悪いし重たいし、そういうものがありますけれど、もともと日本は漆、木に、樹脂をこう塗って、まあ、その樹脂を塗る前にちょっとあの切れで巻いて、そして樹脂で塗るんですが、軽くて、肌触りが良くて、実は日本の漆、浄法寺っていうのは、非常に強いので日常使いに向いてるんですね。あれが日常使いできるように東北地方では、東北の小学校では使うようになってきてますからね。でその形っていうのはもう、大体決まっていて、それがどん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 、つまりあの日本の場合には写しっていうんですけれど、オリジナルを強調しなくても写しといって、前のものを写しながら少しずつ少しずつあの洗練させていくっていうところがある。でそれはあの一人の作家の名前が出てこなくても、その写しによって洗練されていくっていうところがあります。でこれは日本の伝統だと思いますよね。